本当の戦士には剣など。あのゴルム様があなたに食事を持ってけって。ねえ、君も奴隷なの？ああ、だってそんなとこで食べてるし。俺は戦士だ。あんたと違って飯を食う場所を自由に選べる。そうなの？でもなんだか君私と同じって感じがするから。チッ、奴隷の気持ちなんざ知るか。俺があんただったらゴルムを殺して逃げる。追っても全員殺す。そんな、殺すなんて。なら一生奴隷でいればいい。あんたの勝手だ。逃げて、どこまでも逃げて、海の彼方まで逃げ切ったら、そこには何があるのかしら。きっと何もないわね。どこまで行ってもここと同じ戦と奴隷商人がいるだけ。遥か西、海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。そこは暖かく豊かで、奴隷商人も戦の炎も届かない遠い地。そこなら誰も追っては来れない。そんなところが本当に